虫。わあ、かわいい。おお。私もって。いや、すいません。ありがとうございました。楽しかったっす。またお願いします。はーい。どうした？はーい。はい、おはようございます。今日はですね、2日目ということで、まあ、昨日ね、風曜日さんっていうライダーハウスに、宿泊させていただいたんですけど、非常にこれまた人柄のいい人でもう当たりだったんで、ぜひですね、皆さんには広島とかその辺り行くときはもうぜひちょっとご利用していただければなと。まあ行って本当にここはですね、もう行ってなんで来ちゃったんだよっていうようなところではないです。まあオーナーの方も普通にバイクはもう何台も持ってる方で、まあなんか、ね、例えば、まあ、ハーレーじゃないとダメだとか、まあ、そういう方でも特になくですね、幅広くバイクが好きな優しいオーナーの方で、でまあ内容から言うとですね、まあ3000円で、まあ朝広島県の福山市っていうところにあるんですけど、まあ内容を言うと、まあ3000円で、布団、まあ、そして、まあ、一応人が結構混み合っちゃう時はアイヘアになっちゃうんですけど、もうそれでも全然ですね、安くて気配りとかもすごいいいところで、まあ、お風呂も貸してもらえて、シャワーももちろんですね、あとバスタオルあって、シャンプーとかもあるもの全然使ってみたいな感じで言ってくださって、であとはまあ飲食だけは、まあ、自分で、はい、自室になります。はい、そんなところかな。あとは可愛いね、ダックスフントが2匹はいいたり、あとは多分言えば、まあ、使わせてくれるのかな。まあ行った時にちょうど寝る前だったんですけど、マッサージ機、なんかすごい整体のところ、まあ整体院とかでありそうな、もうそういう本格的なマッサージと機械があってですね、もうこれだけで3000円するんじゃないかっていうものを寝る前にやってもらったらですね、まあ、本当に昨日ぶっちゃけると超起きてたんですよ。もうオールとかのレベルじゃないぐらい、まあ、ぶっちゃけると起きちゃっててとか、まあ、走ってたりして、で、まあ、結構疲れてたんですけど、まあ、それやってもらってから寝たらもう普通にもう全然疲れゼロで、6時ぐらいに目覚めて、で
まあ、あ、宿泊の方はですね、一応チェックインが最低でも10時ぐらいまでに、だいぶあれですよね、時間に余裕が出ますよね、チェックインが10時だと。で、まあ、消灯が23時、まあ、11時なんで、まあ、その1時間の間に、まあ、入って、まあ、なんですか、チェックインして、でお風呂とか借りて、まあ、ちょっとしても、まあ、1時間ぐらいでできちゃう内容なんで、まあ、あとは11時には、まあ、寝てくださいっていう、そんな感じですね。でオーナーの方が大体6時とかに起きるんで、まあ、あとは起こしてほしい人は起こしてもらったりで、チェックアウトが9時ぐらいですね。はい。で僕が行った時、女子大生なのかな、なんか7人ぐらい自転車で、まあ、来ていて、まあ、なんかこれがロードバイクで出かけるみたいなこと言ってたんですけど、まあ、男性と女性はちゃんとですね、部屋も別ですし、そこら辺の気配りももちろんバッチリです。なんでね、ぜひこの辺りでもうちょっとその辺のビジネスホテルどうしようかなっていう方だったら、もう全然その風曜日さん電話してもらった方がいいと思います。まあ、一応概要っていうかね、説明欄のところに載せておくんで、見てもらえればなと思います。まあ、電話番号とかはちょっと載せられないんですけど、まあ、ググってサイトから問い合わせてもらうこととかもできるんで、ぜひですね、本当ライダーハウスで広島のあたりで探そうっていう方は風曜日さん本当おすすめです。てかゴリ押しです。はい。なんでぜひね、まあやっぱライダーでいろいろ旅するときってやっぱり本当にそのオーナーも日本2周ぐらい回ってる方らしいんですけど、本当やっぱりそういう気軽なところを作りたいっていうことで、まあやっぱりそれだけ回ってきたからこそできた内容だったんじゃないのかなっていう風なのは思ってます。もちろんね、そういうところを作られるぐらいなんで、人間的にもすごいいい方なんで、まあ、ぜひね、高いホテルも全然いいと思います、泊まりたい人は。ただやっぱりそういうところでちょっと浮かせたいとか、まあ、やっぱりね、ライダーの方ってやっぱり旅行、まあ、楽しみっていう方もいると思うんですけど、その宿泊場所がうんぬんってよりは、まあ、やっぱ走りがメインできていろいろ見たいっていう方が多分多々いると思うので、やっぱもうどっちかというと高級ホテルとか高級旅館よりはやっぱりそういうところの方がもう非常に求められるんじゃないのかなっていう風なのは思ってます。はい。なんでまあちょっと今日もですね、ライダーハウスの方なんかハマりそうですね、いろいろ行くと。あといろんなやっぱ話が聞けるんですよね。もうほんとビジネスホテルとか一人でやってググっててもここの撮影場所、まあ、今日もちょっと山口の橋撮影に行くんですけど、やっぱそういうところのですね、撮影スポットだったりも教えてくれたりして、もうその地域のね、まあ場所のいいところだったり、あそこやめといた方がいいよじゃないですけど、ちょっとマイナスなところだったり、まあ教えてくれたりいろいろするんで、やっぱそういうのもありかなっていうのはめちゃくちゃ思いましたね今回。いつもはもう一人で孤独に行って帰ってくるっていう感じだったんですけど、これからちょっと本当ライダーハウス取り入れるの本当非常にありだなと。情報も、仕入れられますしっていうところでですね、まあ、皆さんももしよほど相部屋が嫌だとか、やっぱ本当に誰とも関わらず孤立していきたいっていう方以外は行ってみるのもめちゃめちゃありだと思います。はい。っていうかぜひちょっとね、場所とかがあんまり分かんないとかっていう方であれば本当に行った方がいいという僕は答えというか感想になります。はい。じゃあ今日はですね、このまま広島の、まあ、1時間半ぐらい移動して原爆ドームと宮島と、あとはまあお好み焼き食べて、でそのままですね、山口の方に、入っていきたいと思います。で行けたらですね、もうちょっと博多でラーメン食べて鹿児島まで一発で行っちゃおうかなというのもちょっと考えてます。まあ、問題はですね、鹿児島でその紹介してもらったライダーハウスが、チェックインが何時までというのがちょっと気になるところであるんですけど、もし遅くてラーメン食って行けそうであれば、もう今日鹿児島まで一気に行っちゃって、で明日鹿児島からまた少しずつ登ってきて、
で大分のフェリーで行こうかなというのは考えております。はい、ん、なんだなんだなんだ、喋ってたらちょっと間違っちゃったっすね。大丈夫かな、これまっすぐかな。残りですね、23分で、原爆ドームの方、到着します。街並みがすごい、そして路面電車がめちゃめちゃいると。これがメインなのかな、広島は。違うかな。原爆ドームは、お、これだ。どこか止める場所はなさそうですね、これは。やっぱりちょっとこの辺り一周してみたいと思います。はい、それでは、広島の原爆ドームを横手に見て、これからお好み焼きを食べに行きたいと思います。さて、どこが一番美味しいのかな。めっちゃでっかいドンキホーテがある。なんか元祖と書いてあるんで、ここどうなのかな。偏屈屋。じゃあ、いただきます。ごちそうさまでした。じゃあちょうどで。はい、ありがとうございます。ごちそうさまでした。偏屈屋で、食べてきました。まあ、他のお好み焼きがちょっと行ったことないんで、どういう味するのか分かんないですけど、まあ、お腹も空いてたせいで普通に美味しいですね。なんか家で作るあの粉粉みたいなお好み焼きではなく、中に具材とかですね、まあ、結構多くて、まあ、うどんとイカとエビが、まあ、あと豚肉ですね、入ってました。まあ、ちょっと食べ歩きしてる時間が
残念ながらないので次行っちゃうんですけど、お好み村はそんな感じでした。はい、ぜひ興味ある方は行ってみてください。はい、じゃあ次宮島の方に、バイクに乗って行ってみたいと思います。先ほど食べていったところにヘルメットをちょっと持っていくの忘れてっちゃって、今再び取りに行ってきたところです。ああ無駄な時間を過ごしたっていう。まあ駐車場まで戻る手前で気づいたんで、まあ良かったかなと思います。はい、じゃあそれではですね、再び先ほども言った通り、バイクで宮島の方に向かいます。はい。